ベスティーボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。皆さんついにこの日が来ました。 BE:FIRST があのザ・ファーストテイクに出演、そこでですねバイグッバイを歌うということで、今回はそちらのリアクションをしていきたいと思います。鶴さんの BE:FIRST ボーカルルーム。いや、ベスティの皆さんだったら常日頃から思っていたのではないでしょうか。 BE:FIRST いつになったら THE FIRST TAKE に出てくれるのと僕も常日頃思っていました。そんなベスティの夢、本日叶いました。見るのが非常に楽しみです。今回リアクションする動画のリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひクリックして見てみてください。鶴さんの BE:FIRST ボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが大好きな BE:FIRST を筆頭に、マーゼル BMSG 所属アーティストトレーニーの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは早速 BE:FIRST でバイグッバイザ・ファーストテイクバージョン見ていきたいと思います。今回もねライトスティックを持って見ていきたいと思います。おー感動、嬉しい。あーやっぱ緊張するんだ。おぉ、嬉しい。コードね。あー生歌最高ですね。アカペラ。今回は純粋にベスティとして見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。英語わあ始まる。おわかっこいい。スカわめっちゃかっこいいアレンジ。うえわーわーやばいねこれ。ワンピー、うわーやばいねこのアレンジ。リュウちゃん、ウェイ、リョウキ、イェイイェイ。うわー楽しい。いやーすごい。うぃー、いいねー。おい、リュウちゃん、
ナイスブレイク、かっこいい、イエイイエイ。最高じゃないですか、皆さん、やばいね、これ。やいやいやい、いやーすごっ。BE:FIRST らしさがすごい出たと思う。いやー超かっこいい。 BE:FIRST by Goodbye The First Take 見ていきました。なんですかこれは、皆さん最高すぎませんか。しかもオリジナルとはまた違ったアレンジで、ジャンル的にはスカっていうジャンルですかね。めちゃくちゃブラスが入ってたり、リズムもかっこいいし、僕も B1 ワンマンライブでですね、生でバイグッバイ見たんですけれども、また違った魅力があってですね、ライブ会場で見てるようなそんな感じの雰囲気が出てて、めちゃくちゃ見てて楽しかったですね。やっぱり BE:FIRST って言ったらバイグッバイですね。多分 The First Take で Shining One とか歌ったら、やっぱり BE:FIRST は Shining One ですねって言うと思うんですけど、いや今回は BE:FIRST の魅力が満載だったんじゃないでしょうか。めちゃくちゃかっこいいですね。今回の動画で BE:FIRST を知った方、ぜひ BE:FIRST YouTube チャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。やっぱり BE:FIRST はライブアーティストなんだなって思います。こういった一発撮りで最高の魅力をパフォーマンスする、めちゃくちゃかっこよくないですか。今のうちにチャンネル登録をして最新情報をゲットしておいてください。そして鶴さんの BE:FIRST ボーカルルームの方もチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。僕も今後も全力で BE:FIRST 応援していきたいと思っておりますので、ベスティの皆さん、そして今日 BE:FIRST を知った方、今後ともぜひよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ボイストレーナーの鶴さんでした。